シーカチンが冷えとんねん、あれシーカの後シーカの休憩、あのシーカの差し入れ、シーカの差し入れがあるんですね。あー、あそこにあるんですね。そう、おー、いい。あれ、池のあそこから繋がってる水だよ、ですね。真ん中ほんとや、シーカ、シーカ1個いただきます。あー、シーカだ。シーカを割ろうと、いや、重い重いの武器を持って、これこれ拳でもちろん。え、何歳？21歳。拳でなんか悲観で人した。確かにないもんね。ありがとうございます。はい、サンリオさんから結構こんななんぼあってもいいですからね。こっから始めよう。いいちゃんに聞いて。まずはじゃあ、あの 上あたりからじゃない。はい、やる人。宗男くん、10年ぶりにやっちゃって、10年前もニコニコ動画でしよったら、ね、したね。久しぶりの。デコでいけるとか言う。置き去りにするかに。ニョロニョロニョロ。長い長い長いもだよ。硬いヘビ。長いも。さて。はい。じゃあまずぐるぐる回ってください。三、四、五、お、五で OK ですかね。はい、よし、OK。ムーブ。アンヨガ上手。怖かつつつ。まだよ、まっすぐよ。おじいちゃんや。ちょっと待って。冗談やろ。分かった。もう一回右足出して。もうちょっと前に出て。さっきの感じで叩いて。こうね。もっきり感じで。もっきり。おお。ちょっと。一番いい割れ方。飛び散る。汁が。ナイス。まあまあまあ言うて3回目やけど、こんなもんよ。うわー、久々やな、進行。はい、小玉さん。はい、だっすー。ちょっと、加藤ちゃん、ケンちゃんの話が出たけんね。はい、いただきまーす。はい、うーはいや。芝の種巻いたとこに植えます。芝の種だけどね。芝の種。芝の種。うん、なんか、うん、これスイカ入るとスイカってどうなんですか。こんな種でいけるんですか。入るんじゃないですか、これ。へえ。スイカ割り休憩終わりました。はい、スイカ美味しかったです。もう一段積んで終わりなんで、はい、今日はもうすぐ終わりでしょう。おい。もうえらい宗男くんの同級生をバカにしよう。どうも。ちょっと宗男くんが呼んでから、ちょっとやっぱやかましい噂なのかもしれない。なんかあっち、いろいろ、あっち、あっちはあっちで、なんかすごい会議が行われている。あ、よし、じゃあ石垣職人たちの仕事を見ましょう。よいしょ。それ、直樹さん。うん、あの、石不足に陥ってきますもんね。石不足。石不足。これもう、10年に一度の石不足に陥った。石不足。なんやろ、目の超えてきてですよ。うん、もっと良かったな、はずばってんな。もっと良かったの、あるはずばってんなと思ってしまって。石の沼にはまってしまったわけで。そうです。こっちがいいんじゃないですか。でもそれ妥協をやっぱりね、多少絡まさせていかんと。もうちょっとね、うん、終わらんって思って。終わらんよ、多分。この間、あの、ちょっと彼女に、お尻のね、穴の匂いを嗅がせてやろうと思って。で、まあ、いつもまあ、ね、どの指かぐとかじゃないですか。
それをこれでもかぐらいこうほじくってやったんですよ。でほらって言ったらうわって言われたけど何かなって思ったらうんこのついてたやつ。バカでしょ。剥がせる時代でもバカやけど、もうこいつ考えが自分でもびっくりした。使えるから。奥さん、あんま悪ノリはせん方がよかです。そうね、はい、確かに事故って起きるけんね。何が起こるかわからんけん。びっくりした。やっぱ置いていこう、置いていこう。置きに行こう。ここは走行しよったら児玉さんがすげえ武将みたいになってる。あの強そうに出てきて弱い敵。足がいた。セミに引っかかった。まあね、虫だけに無視しておきますから。そうだね。これさ、もしかしたらだけどさ、はい、この石も落ちた石ここに触れてしまう。直樹さん、いやいやいやおいがずっと触れんどこうでもなんとなくおいは人力じゃ生ききらんやろ。いやいや気になったっちゃけど、いやいやこれここに積んでやったのかなと思って。自然やなって思ったですよ、これは。そりゃ、うん、いやでもさ、ここに組んでやってんさ、もしかしたら最初からこうなっとったかもしれなくない。最初からそうやってた。最初からですよね、これはね。最初からです、うん、今、うん、いやいや一瞬そこを動かした瞬間ここ全部崩れていくんじゃないですか。うん、うん、バババババってこれを動かしたらもう全てが崩れてしまう、はい、これババババ。花芽石ってやつですね。花芽石ですね、はい、はいはい、純のお兄ちゃん、純のお兄ちゃんなんですね、この人。閉じ込められてるんですね。花芽石さんです。はいはいはい。じゃあちょっと三蔵法師呼んできて。翔ちゃん、三蔵王なんて四蔵王です。うわぁ、なははって言ってしまったね、今の声。草の量も半端じゃねえな、まず。草の。今日草のおらんけどね、確かに。草ゆっくり出し直した草の。わあ、すごいすごい。おお、すごいすごい。せーの、草の。おお。取れなかった。草の。軽トラいっぱい。よし、さあ、徳ちゃんも黙々やってくれよったね。おお、だいぶ組めとっちゃない。だいぶもう、はい、終わりに近いっすね。えいやいや、すごいすごい。ここ、ボコーって開いちゃったよね。ボコーって開いちゃったです。穴やったっすね。え、大きさで言ったら一番でかかったよね、多分。かもしれないですね。ねえ、下のやつより。ここまでやけんですね。うん。うん？はい。うん？ここから、ここまで崩れとったり。ああ、そうか。でも確かにそうだね。はい、この石を一人でマジで起こしたんです。あ、そうなの？これでしょ？うん。はい。へえー、その後、こうちゃんさんが倒しよったよ。マジっすか？マジマジ。さーてと。完成！完成？おい、さあ、いやいやいや、すごいすごい、綺麗にできたんね、ほんとね。えできたっすよね。ねえ、いや、綺麗綺麗。できますよね、これで。完璧やろ。どうせ、一回雨降ったら砂とか流れるけど、またそれから砂場。うん、もう一回よし、撤収。おい、徳ちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、こんな感じになりました。はい、うわー、すごい、ほんと、穴がない。ほんとだ。草もね、だいぶ枯れてすっきりした。ねえ、いやいや、人力ってすごいっすね。こっちの方が綺麗かとかなんて思ったら、下から見たらあっち綺麗ですね。上のあっちね、いやいや綺麗よ全然。なんかどうなっとったっけ最初。本当最初ですか。うん、荒かったです。穴やったよね。穴です。
明日来たら、うん、イノシシが掘ってるって思ってちょうどいいやイノシシ捕まえて懲らしめないからお尻パタッパタッそれだけでいいのそれだけでいけるやつでまた嬉しくなってからまた掘りに行くイノシシとイタチごっこおイノシシとイタチごっこなんて面白いですね面白いですねいやでも本当最高です綺麗になりましたはいはいすごいいやおおえとくちゃん石垣チャンピオンやん寿司石垣と名付けよういやでも本当すごいねこれはお二人さんのおかげでできますいやいや大丈夫大丈夫お二人さんがずっと砂持ってきてやらんばもう砂のいいことあったってこれも結構持ってきたよ本当に俺も結構持ってきたよ俺は何もしてない手で片付けましょう、はい、いやめちゃ綺麗になった、本当釜かどうかわからん釜もんみたいなあそれ俺が持ってきたっすだけということで、はい、4日目終わりです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。翔くんもお手伝いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。WD でびっちょびちょだぜおー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 よし窓を閉めようおーめっちゃ綺麗やんおーほんとだあ全然閉めんでもいいねこれあいいあすごい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 綺麗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 こんだけ広ければおーいいね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 これは大変やったでしょうね。へえ。蜂も出てきたらしいね。おお。やっぱちょっと締めよう。あ全然違う、ね。ここら辺からすごかったもんね。うんうん。おお、いいね。これが来週でどうなってるか。そうやね。一瞬で伸びるけんね。ヤギやな。ヤギ、ヤギは100匹ぐらいだ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。